県ウォンガ郡岡垣町出身。身長175センチメートル、体重68キログラム。右利き、既婚。親が運営する、ジュニアクラブにて8歳からバドミントンを始める。岡垣町立岡垣中学校、九州国際大学附属高等学校、筑波大学を経て、2003年4月に日本ユニシスに入社。2004年頃は、福井武とのペアで、 社会人選手権のタイトルを取るなど活躍。筑波大の先輩にあたる坂本周一と初めてペアを組んだ2005年1月の韓国オープンでベスト8入り。2006年、国際大会、国内大会ともに坂本とのペアに固定され、全日本総合選手権大会で優勝。ヨネックスオープンジャパンで、日本人ペアとして16年ぶりのベスト4入り。2007年、 世界選手権の男子ダブルスで日本男子初となる銅メダルを獲得。2008年3月全英オープンの男子ダブルスで日本男子21年ぶりとなるベスト4入り。同年8月北京オリンピックの男子ダブルスでは初戦敗退。全日本総合選手権大会で優勝。2009年4月、牛尾田麗子と混合ダブルスのペアを組み。 ロンドン五輪出場を目指すことを発表。同年9月、全日本社会人選手権の混合ダブルスで初優勝。2011年12月、2009年、2010年と2年続けて、準優勝だった、全日本総合バドミントン選手権大会の混合ダブルスで優勝。また、この年の BWF スーパーシリーズでの活躍により、 スーパーシリーズファイナルズへの出場権を獲得したばかりでなくグループリーグを突破して準決勝に進出した2012年ロンドンオリンピックに出場2013年11月アルペンユリアントチャンドラとペアを組んでの世界ツアーに参戦2015年2月ロバート・ブレアとペアを結成して世界ツアーに参戦同年9月 ヨネックスオープンジャパンの男子服への出場を最後に現役引退。パートナーは日立情報通信エンジニアリング所属の大島和明。結果は予選2回戦で敗退。ありがとうございます。